いつもありがとうございます。スピリチュアルカウンセラーのソラです。皆さん、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今回でね、YouTube を始めて2回目の新年の挨拶をさせてもらったんやけれども、まあね、YouTube を始めた当初ね、まさか、まあ、2回もこうやって新年の挨拶できるなんて、まあ、想像もしなかったけれども、まあ、おかげさまで、まあ、2回目のね、新年の挨拶をこう迎えることをできたのも、皆さんがね、僕のこの YouTube、神様のお仕事のお手伝い、ね、このね、動画を皆さん毎日楽しんで見てくれたおかげ、応援してくれたおかげ、本当ね、皆さんのおかげで、まあ、ここまでね、続けることができた、本当、感謝の気持ちでいっぱいなんで、これからも神様のお仕事のお手伝い続けていくんで、どうぞこれからもね、皆さん仲良くしてね。ほんでね、まあ、僕といえば、開運福徳弁財天神社やって思うんやけれども、今回ね、まあ、お正月っていうことで、ここのね、開運さんの神様から、YouTube 見てくれてる皆さんに、素敵なメッセージ預かってるんやんか。でね、ここの開運さんは、ね、神様が5柱いてるんやんか。んで、まあ、いつもね、神様、開運さん行っても、まあ、一人の神様からね、いつもメッセージもらってるんやけれども、まあ、今回は正月っていうことなんでね、まあ、スペシャルなんで、なんと、五柱、神様、もうみんなからね、メッセージ預かってるんやんか。んで、その五柱以外にも、なんとね、素敵な存在からメッセージ預かってるの。ね。でね、まあ、その動画は別で、撮ってるんやけれどもね。また、この後皆さんにね、その、動画見てもらうことになるんやけれども、そのね、動画の中には、ね、開運さんの神様が、まあ、開運さん言うたら金運、ね、商売繁盛の神様やから、その動画の中に神様がね、金運の波動、エネルギーを入れてくれてるんで、皆さんは動画を、見ることで、金運の波動をもらうことができるんで、どうぞね、その神様の、素敵なメッセージを聞きながら、金運のね、エネルギーもどうぞ感じて、ね、じゃあ、この後、その動画ね、皆さんにお届けするんで、どうぞご覧ください。今日はね、神様に呼ばれたんで、開運福徳弁財天神社まで来たんやんか。でね、今日はね、ここの神様全員から、YouTube 見てくれてる皆さんに、伝えたいメッセージがあるっていうことやったんで、今から神様一人一人に、会って、メッセージ受け取って、それをね、今から皆さんに紹介していくね。んで、今回はね、このね、境内に、こうやってね、石があるんやんか。でね、このね、石からもね、皆さんに伝えたいメッセージがあるっていうことなんで、今からこのね、石が言ってることを、今から紹介するね。この子がね、言ってるのは、柔らかく生きてください。柔らかく生きるといいことがいっぱいですよ。僕は硬いけど柔らかいですよ。これがこの医師からのね、メッセージ。ね。でね、さらにね、今回は狛犬さんからもメッセージがあるんやんか。このね、狛犬さんたちが言ってる、お話は、神様は、すべての人間さんが大好きです。可愛がってもらえる人と、そうでない人の違いは、いい子であるかどうかですよ。いいことは、楽しく生きている、人に優しくできている、そういう人のことですよ。これがね、狛犬さんからのメッセージね。じゃあね、今から、神様ね、一人一人に、会って、メッセージ、伝えていくね。
はい、ここがね本殿。ここのね神様から、メッセージね。自分が綺麗と思うものが世界で一番綺麗のですよ。自分が楽しいと思うことが世界で一番楽しいのですよ。人に合わせたらダメですよ。神様より。じゃあ次の神様行くね。ちょっとね息が切れてて申し訳ないんやけれども、ここの神様からメッセージね。好きなことしかやらない、嫌いなことはやらない、それで365日毎日が楽しくなりますよ、神様より。じゃあ次の神様行くね。はい、ここの神様からメッセージ伝えるね。相手の気持ちを理解するには相手の話をよく聞くことですよ。自分の気持ちばかり伝えると相手は聞くばかりで話せなくなりますよ、神様より。じゃあ次の神様行くね。
はい、じゃあ次、ここの神様からメッセージね。面倒くさいと思うのは興味がないからですよ。好きなことは自然と体は動いていますよ。面倒くさいことを増やさないようにしてくださいね。神様より。じゃあ次の神様ね。はい、ここの神様からメッセージね。弱い人は威張ります。自分を大きくも見せます。強い人は同じ目線を持って優しくできます。人間関係に苦しんだら優しい人に相談するといいですよ。神様より。はい、いかがでした？すっごい素敵なメッセージやったでしょ？神様たちからのたくさんのメッセージがギュッと詰まった、そんなね、動画やったでしょ？ぜひね、神様の言葉、人生の参考にしてみてね。んでね、ここのね、開運さんは階段が多いから、僕もね、息を切らしながら神様のメッセージ紹介したけれども、そらさんちょっと、息を切らしながら喋ってたから、もう聞き取りにくかった。そうやってね、思う方が、もしいてたら申し訳ないなってそうやって思ったんで、もう一回ね、おさらいの意味を込めて、神様のメッセージ、あと一回だけ紹介させてね。一応ね、神様のメッセージ、メモ取ってるんで、もう一回だけ神様のメッセージ聞いてね。まずね、狛犬さん。狛犬さんは、神様はすべての人間さんが大好きです。可愛がってもらえる人、そうでない人の違いはいい子であるかどうかですよ。いい子とは楽しく生きている人、人に優しくできている人です。これが狛犬さんのメッセージね。で、次は医師。ね、境内に意志があったでしょ？ね。意志。ああいうのってね、神様がね、作ったものやから、ちゃんとね、意志も自分の気持ちを伝えるっていうことをするんやんか？ね。神様が作ったものってちゃんと気持ちがあるから、心を持ってるから、ね。言葉を伝えたいなっていうね、そういう意志があるんやんか？んで、このね、意志からのメッセージ。柔らかく生きてください。柔らかく生きると、いいことがいっぱいですよ。僕は硬いけど柔らかいですよ。すごく可愛いメッセージでしょ？石って硬いでしょ？でも、このね、石さんのハート、ね、心はめちゃめちゃ柔らかいの。ね、めっちゃ柔らかいんやんか？ね。僕は心すっごく柔らかいですよ。皆さんもどうぞ柔らかく生きてくださいね。これが医師さんからのメッセージ。で、次は、神様。ね。神様のメッセージね。自分が綺麗と思うものが世界で一番綺麗のですよ。自分が楽しいと思うことが世界で一番楽しいのですよ。人に合わせたらダメですよ。神様より。で、次の神様ね。好きなことしかやらない。嫌なことはやらない。それで365日、毎日が楽しくなりますよ。神様より。これね、おっしゃる通りやんね。好きなことしかやらない毎日。ね。嫌なことは一切やりません。そういう毎日って、毎日が楽しい毎日やもんね。365日、毎日が楽しいもんね。ぜひ、皆さんも一つでも多く嫌なことを減らしていって、一つでも多く楽しいことを増やしていく。どうぞね、そういう人生作っていってね。今すぐにはできなくっても人生長いんやから、
少しずつ、少しずつね、自分が思い描く楽しい毎日、どうぞ作っていってね。で、次の神様ね、相手の気持ちを理解するには、相手の話をよく聞くことですよ。自分の気持ちばかり伝えると、相手は聞くばかりで話せなくなりますよ。神様より。次の神様ね。面倒くさいと思うのは興味がないからですよ。好きなことは自然と体は動いていますよ。面倒くさいことを増やしすぎないようにね。神様より。で、次の神様ね。弱い人は威張ります。自分を大きくも見せます。強い人は同じ目線を持って優しくできます。人間関係に苦しんだら、優しい人に相談するといいですよ。神様より。これがね、開運福徳弁財天神社の神様たちからのメッセージね。ほんとね、たくさんメッセージお届けしたけれども、このね、メッセージの中で一つだけでも、すっごく参考になった。ね、そのメッセージ、試してみたい。そうやって思ってもらえた方がね、いてたら本当ね、嬉しく思うの。ね、神様の言葉って言っても、今の自分にとってはしっくり来ない。そうやってね、思う方もいてると思うんやんか。ね。で、神様って基本的に、大体みんな同じこと言うんやんか。大体、統一はされてるんやんか。いいことを言う。ね。でも、その、神様ってみんな性格が違うから、一人一人言い回しが違うんやんか。だからね、ちょっと微妙に違ったニュアンスのメッセージになるんやんか。ね。たくさんの神様が本当存在するから、ね。その神様の数だけ、ちょっとね、微妙にはね、言い回しは変わってくる。ね。でも、まあ、今回のね、神様たちのメッセージ、この言い回し、ね。すっごく、ここの神様のその言い回し、ね。すっごくなんか突き刺さったわ、ね。そうやってね、本当思ってくれる方がいてるんやったら、ぜひ、参考にしてみて、ね。そして、人生を豊かにしていってね。でね、まあ、今回ね、まあ、動画で、神様のメッセージですって言ってお届けしたけれども、実はね、もう一つ。まあ、今回はね、正月なんで、神様がね、そのね、動画とは別にもう一個、ね、神様が YouTube 見てくれてる皆さんにメッセージ、これね、ソラさん、届けてあげてって、ね、そうやって言われてるんやか。これね、ちょっとこれ一個だけで、紹介してほしいって言われてるんやか。その、さっきのね、境内の中で神様の言葉紹介したけれども、ね、それとは別で、別の形でちょっと、皆さんに伝えてって言われてるんやんか。ね。んで、ここの開運さんの神様は、金運の神様やから、金運のお話ね。皆さんね、晴れの日と雨の日、あるやんね。皆さんどっちの方が好き？やっぱり、晴れの日の方が好きって思う？やっぱりほら、洗濯物も乾きやすいし、雨の日ってもうジメジメするし、もうなんか頭痛もするし、髪の毛も広がるし、足元濡れるし、ね。お出かけするん？なんか億劫やな。そうやってね、思えば、やっぱ晴れの日がいいよねって、ね。多くの方ってね、晴れの日が好きです。こうやってね、思う方、いてると思うやんか？どっちかっていうと、晴れが好きですっていう方の方がね、多いと思うやんか？ね。神様はこういう風に言うんやんか。晴れには晴れのいいところがあるんですよ。雨には雨のいいところがあるんですよ。もちろんね、その、晴れって言ったらね、ほんとお出かけ気持ちいいし、洗濯物も乾きやすいし、ね、おしゃれだってたくさんできるし、ね、まあ、晴れには晴れのいいところあるよね。神様はね、雨のいいところ教えてあげるよって、これ言っとったんやんか。実はね、雨の日って、
金運が上がりやすいんやんか。これびっくりでしょ？ね。金運が上がりやすいんだって、雨の日は。ね。神様は言うんやんか。ほら、雨には雨のいいところがあるでしょって。でね、雨の日は、金運が上がりやすいから、お外に出て遊ぶといいですよって言うんやんか。外で遊ぶと金運がね、上がりやすいんだって。んで、しかも、お家から遠ければ遠いほど、距離ね、距離が遠ければ遠いほど、ね、お出かけすると、金運が上がるんだって。だから、まあ、要するに、近場で遊ぶより、旅行に行った方が、金運上がりますよって、ね。そうやって言ってたんで、ぜひね、皆さん、雨の日は、外で遊んで、んで、金運どうぞ上げてみて。これがね、開運、福徳、弁財天、神社の神様からの、まあ、せっかくね、お正月っていうことやからね、皆さんね、お正月、人間さんってお正月を特別な日にしてるからね、まあ、神様たちは、そのお正月とかは、そんな関係ないんやけれども、まあ、人間さんがね、お正月とか、そういうのを大切にしてるから、せっかくなんで、まあ、正月やから、ね、こういうね、金運のお話も、ね、どうぞ楽しんでほしいなっていうことで、まあ、スペシャルな感じでね、こうやって教えてくれたんで、ぜひ、皆さんね、今回のお話、人生の参考にしてみてね。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの素晴らしい未来をいつも応援しています。